けたよね。健康チェック表はまだ書くとこありましたっけね。健康チェック表あと3箇所くらい。3箇所ぐらい。じゃあもう1枚出します、ね。あと3、あ、2箇所だ。じゃあもう1枚ですね。はい、でそこにさ、毛づくろいの時間、はい、そのたまたま見てる時だけでいいから、何分やってるかちょっと記録してもらってもいいです。はい、もしさ、本当にさ、ずっと30分毛づくろいしてたら、それは長すぎる。はい、うん、と思います。今、はい、では毛づくろいはするもんですよ、とりあえず。しょっちゅうしょっちゅう。でも、はい、ちょっとしたら休み、ちょっとしたら休みが本当だからさ、はい、ずっとやってたら痒いんだよね。あ、結構長い、目かつくみたいな。今回の薬だけで私は痒みが止まるとは思わないです。ただ最初から強い薬は使いたくないんで、とりあえず2次感染を抑える薬と消炎鎮痛剤のステロイドじゃない、はい、でもステロイドじゃないやつでも結構割といいやつです、はい、あの胃腸への負担が少なくて、あの消炎鎮痛作用があるやつですね、はい、だからただし1回ね、 B はね、 B、はい、B の薬は1回ね、 B は1回、はい、で、そうだけに、うん、そう、これがこっちです、でこれがこっちです、で A は何回もね、はい、で家帰ったらすぐ冷蔵庫、はい、A はその例えば包丁1日3回するんですけども、包丁した際にはもう1回ずつやるっていう感じで、やってもいいですよ。それからあと必ずね、あのこの間ちょっとお話ししたと思うんだけど、あのしつけの基本を組み合わせてほしいんですよね、はい、あのね、おいで、あ、おいで、手で食べさせて褒める、で名前呼んでアイコンタクト、はい、おいでっつって食べさせる、だから薬飲まれてる際には必ずおいでっつって、ね、食べさせて、はい、それから固定して薬飲ませて終わったら食べさせて褒めると、うん、前後必ずそれをやってほしい、じゃないと嫌がっちゃう、うん、ますよね。例えばあの こうやってあげた時にあの食べるんですけど、うん、食べてあのいい子だねって言って、あの触ろうとした時にあのすごい嫌がる、嫌がる、カーって嫌がりますよね。だけど嫌がるけどさ、一応ちゃんと持たんと固定しないと薬あげられないでしょ。だからそう、食べさせて、ごめんね、ちょっと頑張れよってパッと固定して飲ませて、で口拭いて終わったらもう一回もう一回あげて食べさせて、はい、ごめんねとかって、そういう感じ、めんどくさいんだけど、その前後がすごい大事なんですよ。そうしないと治療だけしちゃうと関係悪くなっちゃうでしょ。それじゃ意味がないもんね。いい関係でいててほしいんで、はい、はい、じゃあ一応ね、次回1週間後だけど、観察しててなんか調子悪いとか、はい、変わったことがあるのだと途中で相談してくださいね。はい、わかりました。はい、じゃあよろしいでしょうか、はいはい、ありがとうございます。